アンサンブルモデルンは、現代音楽の解釈を専門とするドイツの室内、合奏団である。1980年に、ユンゲドイツフィルハーモニーを母体に結成され、フランクフルトアムマインを拠点に、国際的に活動している。団員はおよそ20名で、諸外国からの出身者も含む。幅広い演奏旅行や、数多くの録音によって知られており、エドガー・バレーズやチャールズ・アイブズ、 クルトバイル、オリビエ・メシアン、コンロン・ナン・カロー、カール・ハインツ・シュトックハウゼン、ヘルムート・ラフヘンマン、ボルフガン・グリーム、スティーブ・ライヒ、フランク・ザッパ、ジョージ・ベンジャミン、アンソニー・ブラックストン、ハイナー・ゲッペルスらの作品をレパートリーとする。指揮者や音楽監督を特に定めてはいないが、楽団員の一定の水準の高さと自発的な演奏姿勢で知られ、 リズムやテンポの複雑な難曲を引きこなす能力は評価が高い。例年100回の演奏会を行い、20曲の初演を行ってきた。1989年にはドイツ非評価賞を、1996年にはビンディング文化勲章を、2003年にはエコークラシック賞を授与された。アンサンブルモデルンは100以上の録音作品にクレジットされている。下記はその例。 ありがとうございます。